トキエアは今月31日に新潟・札幌・丘珠間が就航予定で、昨日チケットの販売を始めました。売れ行きは好調なものの、さらなる認知度向上を目指しています。一番心配しておりました認知度のところなんですけども、割と新潟の方にですね、トキエアというものを知っていただいていて、非常に嬉しく思っているとともにですね、皆様すごく期待していらっしゃるなというのが実感としてありまして、すごくありがたいと思っております。イベントでは離着陸の角度などを解説する航空教室や紙飛行機大会などが行われ、参加者はトキエアへの理解を深めました。アルビが好きなんで、札幌の遠征に行けたらなと